うわ、幸せだね。もうね、私がずっと食べたかったこの蒙古タンメンもね、整理という言い訳の中食べれば何も罪悪感がないって、ね、いただきます。これ視聴者の方におすすめしてもらったスタイルフリーってやつ、これめっちゃ美味しいって言ってたから買ってみました。よっ、乾杯。あ、うまい。飲みやすいね。美味しいです。あれだよ、別にスタイルを気にしてるとかじゃないんだって。おすすめしてもらったから、たまたま今日セブンイレブンに行ったから買っただけで、爆食の時に糖質パラダイスなのにビールだけ糖質気にしてももう意味ないよっていうコメントを受け付けません。さあ何から食べようかな。ちょ、溶けちゃうのが気になるんだよね。コマ溶けちゃうの嫌だから先にマックフルーリー超オレオ。こんなさ、紛れ込むビール見たことある？ないよ。いただきます。うん、間違いないよね。あー、やばい、スイッチ入っちゃった。うますぎる。エビバーガー、ロッテリアです。今日はね、ロッテリアとマックとセブンイレブンに行きました。おいしそう。明太タルタルエビカツバーガーみたいなやつ、新作です。これはおいしいぞ。ちょっと埋もれすぎてさ、うん、カツがサクサクで明太子とタルタルとよう合う。最高。あ、もういいかも。初蒙古タンメンいただきます。うわー、うまそう。なんか辛いやつ入れるみたいなね。めっちゃ辛そう。ずっとずっと食べたかったのよ。本当に食べたくて食べたくて震えていたからね。あ、いただきます。あ、うーん、おいしい。本当においしいじゃん。うまい。もう美味しすぎてやばい。なんかさ、生理の時ってめっちゃ辛いもの食べたくなるな。まさに生理が喜んどる。うわー、うまい。いいね、中本。あ、ビール。あー、最高。狭そうだよね。確かに新しいよ、この画角は。これはあちゃーん、マーケットです。うーん、マーケットにはね、マスタードで食べます。断然マスタード。うまっ。やばい。で、これが溶けちゃうのでこれを食べます。ロッテリアのガーナチョコパイ。もうチョコが食べたくて、もうどうしてもチョコが食べたくてさ、脳みそがチョコになっちゃうぐらいずっとチョコのこと考えてたからね。これ買った。いただきます。 粉っぽい。でも美味しい。今はやりたかったのはさ、これをオレオにつけて食べるっていう。なんかさ、流行ったよね、マックでアップルパイかなんかをアイスに入れるみたいなやつ。あれよ、あれの贅沢バージョン。
やばい、これはやばいよ、美味しすぎる。こうした、分かった、こうしちゃえばいいんだ。うわやばい、配食。あー美味しい。やっぱさ、糖分欲しくなるじゃん。糖分、炭水化物、辛いもの、お酒欲しくなるよね。全部揃ってんじゃん、神。あ、やばい、そんなこんなしてるうちにこいつの成長は進んでいくんだ。想像してた美味しさレベルの3倍美味しかったよ。金のレモンサワー、これも視聴者さんのおすすめ。多分これ。わ、めっちゃレモンの匂いする。すごいね。今レモンサワー、氷結の無糖レモンサワーしか信じてないけど、視聴者さんがおすすめしてくれるなら飲みたい。乾杯。うわ、うまっ。めっちゃレモンの強いが強い。甘すぎないけど、あの苦すぎないから飲みやすいね。美味しい。皆さん、あのおすすめありがとうございます。嬉しいよ。もう最近なんてもうわざわざインスタの DM とかでこれが美味しかってコマちゃんに言わなきゃと思ってみたいな言ってくれたりとかさ、幸せ、あの美味しい情報で溢れていく私が、もうみんなありがとうございます。みんなが私のことコマちゃんって呼んでるのが可愛い。こうあんまりさ、性格的にかわかんないけどさ、ちゃん付けで名前呼ばれないの。コマちゃんってなんか可愛くない？コマちゃん。地元のお友達で一人だけ私のことをコマちゃんって呼んでくる女の子がいたんだけど、そのコマちゃんっていうの言い方がめっちゃ可愛くて、多分それがすごい私の中でずっと印象に残ってんだろうね。コマちゃんって呼ばれるのすっごい嬉しい。ありがとう。いい薬です。やばい、幸せすぎる。でもさ、あんまり思ったほど辛くないね、蒙古タンメン。蒙古タンメンより辛いカップラーメンあったら教えてください。食べたい、もう本当に辛いのが好きなの。この明太タルタルアボエビアボカド、この明太エビアボカドタル、アボカド入ってないよ。この明太タルタルアボ、アボカド入ってないよって。なんか言ったら分かるの？エイコの明太タルタルエビカツバーガーめっちゃ美味しい。これ美味しいからちょっと最後の一口にしたい。片揚げポテト匠オーブンバター味、美味しそう。わお、猿が帰ってきた。猿は今日入学式でした。
中学1年生です。この動画はちょっと入学式よりも後に出てると思うけど、入学した皆さんおめでとうございます。止まらんないけど、これにね、ご飯とチーズ入れて食べると美味しいよっていうあのコメントももらったんだけど、ちょっとだけお腹いっぱいだから、また今度挑戦します。完食。今日さ、この撮影をしようかめっちゃ迷ったんだよ。なんでかって言ったら、体重が1キロ減ったから。体重が1キロ減って最近で一番低い体重になったの、今日の朝。うわ減ったと思ってって思ったんだけど、昨日生理が来て、うわ取らなって、生理爆食取らなってと思い出したら、もう食べたい欲がもう溢れ出してきて、食べたいボボボボって気づいたらこうなっとった。最高です。ラスト終わりました、ちょっとお腹いっぱいになってきたよ。ちょっとね、早く。お腹がいっぱいになっちゃったので、では弟の入学祝い、ではレモンサワー漬けのママにあげたいと思います。ごちそうさまでした。幸せや。